さあ今夜も始まりました HT ラジオのお時間です。今回は何でしょうか、松さん。はい、はい、今回はリクエストになりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ルナシーのライブでの印象に残った龍一の MC についてですね、お伝えしたいと思いますね。まあ、これ、まあ、リクエストなんですが、はい、一応本来いただいたね、はい、リクエストですと、はい、まあ、ちょっとメンバー紹介に関するエピソードということで依頼があったんですが、はい、まあ、ちょっと私たち全部ね、のライブをちょっと把握してないものですから、そうですね、うん、ちょっとその辺も話しするんであれば、はい、ちょっと網羅しないといけないんで、はい、ちょっとあえてそれにちょっと変わるような、うん、企画をちょっと勝手ながらね、そうですね、考えまして、考えさせていただきました。はい、でまあいずれね、うん、やらせていただきたいと思いますんで、ね、そうですね、ちょっと今回はそうですね、ご了承いただけると、ご了承いただければ、はい、幸いですね。はい、はい、まあ、まあ MC ということで、まあ、龍一さんの発言ですね。まあそうなりますよね。でまあ一つは、まあ本当にかっこいい、心に刺さった、はい、MC で、もう一つは、はい、まあちょっと面白い、はい、そうエピソード私たちがね、そうですね、日頃言ってるね、まあ、ようだね、2種類を、はい、まあちょっとお互い上げていこうかなっていう、はい、ふうな形で、はい、まあ、やらせていただきますということで、はい、最初はまあじゃあかっこいい、あ、かっこいい、刺さった方ですね、 MC ですね、はい、もうちょっとお話ししようかなっていうね。はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、で私からいきますか。シューさんからいきましょう。はい、私がかっこいいなと思った MC がですね、はい、2000年ファイナルアクトの MC ですね。おお、やっぱり私はファイナルアクトがまあ大好きなので。なるほどね。で本当にまあ結構ベタなところだと思うんですけども、いえいえ、まああのウィッシュですね、あの2日目、まあね、あのウィッシュが始まる前のうちの MC がやっぱね、かっこいいですよね。まあ同感ですよ。いやね、もうなんかこう、まあ、ざっくり言いますけど、まあ今日まで自分がね、どんだけのものか前に勝負してきたと、うん、そう真似してもいいですよ。いいんですか。いや当然ですよ、それが醍醐味のようなもんですからね。でもいつまでもいつまでたってもどこに行ったらすごいのかさ分かんなくてさ、みんな見てたさ、掴んだんだよとかって言って、ね、これ、ごめん、これ真面目なあれだよね。まあそういう、まあ、あれですよね、まあ、っすね、かっこいいって意味ですね、かっこいいんだって、そういうことです、そういう笑いです、そうそう、はい、まあ、特にやっぱこのみんなが多分ファンだったらちょっと覚えてるのはやっぱこの今夜は精一杯のエンプティギリギリの、うん、そうらしいよ。笑っちゃうよ、いやいいっすよ、いいのいいのかな、そう、これはいいと思うんですよ、これ大丈夫かな、大丈夫っすよ、まあ、バカにしてることは一切ないですからね、もちろん今夜は精一杯のエンプティギリギリの話を届けられると思いますっていうね。はい、いやここはやっぱこのエンプティギリギリっていうこの名言ですよね。いやすごいよ。かっこいいですよね。エンプティギリギリって出るんだから。出るんだから。そう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 。すごいですよ。いやすごいですよね。やっぱこう川村隆一武士ですよね。武士ですね。本当に、いやー本当にガソリンは切らさないでくれよっていうことですから。もっとギリギリまで、そこまで使い果たしてくれと、使い果たしてくれと、はい、でまあ最後になんかこう皆さんがこう目を凝らしてと、はい、なんか自分の信じたものをし、なんか自分の信じたものを追いかけてくださいみたいな、そうだよね、その後にほんじゃーって言うんですよ。あ、ほんじゃーって言って、ほんじゃーって言って、あ、ほんじゃね、はい、ほんじゃーがなんだほんじゃーって思ったけど、急に切り替えて、急に切り替えさ、ほんじゃーって最後になるけどいきなり切り替え方がちょうど、そう、最後に全員でうわ上がってこいって言うじゃないですか。言うね、まあ、あのかかってこいはもう世界一かっこいい、かかってこいですよね。まあ龍一さんの MC ってさ、うん、あの長すぎないところもいい、ね、ああそうですね、うん、そう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 、結構こうビシッとね、そう、うん、もう限界のところまでいいね、うん、MC 言いたいこと言って、そうですね、でもう抜群のタイミングで切り替えるから、切り替えから、そうそう、まああのかかってこいでウィッシュが始まるところとかやっぱかっけえなーってやっぱ思いますよね。ああ思うよね、うん、だからやっぱそれが俺はもう本当に一番やっぱかっこいい川村隆一の MC、はい、そうだね、一応まあ最後とね、うん、最後ですね、思われていたライブですからね、そうですね、だから本当に終幕最後の、そうだね、で MC はやばい、しかもウィッシュというね、ウィッシュというね、そうウィッシュで始まりウィッシュで終わった、本当に素晴らしい印象に残った MC でした ね、 ね、まあ、それが私の本当に名言というか、いやもう名言ですよ、名言ですね、かっこいい MC ということでね、わかりました、うん、じゃあ私の、はい、真面目というか突き刺さった、はい、MC ですね、はい、イメージはリアルでの MC です、おお、
名称はリアルなの、はい、セリフを聞かないと分かんないな。これはね、うん、イミテーションの後のセリフなんですけども、メジャーへ行っても俺たちはずっとずっと夢を追い続けますあったな、あったあった、はいはい、あったでしょ、ありましたね。そう、はい、で3秒ぐらいね、ちょっと沈黙があるんですけど、はい、急に強めにね、はい、おめえらも全員好き勝手かかってこいって言うんですよ。あったあったあった、はいはいはい、おめえらも全員好き勝手かかってこいってもうこの時だからメジャー行くから、うんうん、もうその狂気がすごいじゃない。まああの頃のジョブリュースなんですから ね、うん、でぶっちゃけると、はい、今後売れるかどうかも分かんないじゃないですか。まあね、うん、正直なところ。そうですね、うんうん、だけど自分たちはこうなんかこう掴んだ感じがしてる状態、うん、まあそうですね、ああやっぱりちょっと勝てるみたいな、そう勝てるっていう、うん、点が取れるみたいな、ね、そう、うん、でそのかかってこいあと2回言うんだけど、うん、まあ、そのね言い方がやっぱね、うん、その気持ちが入ってるっていう、まあ、全部入ってるんですけど、うん、よりこうね、そう勢いがすごいなっていう、うん、まあ、あの頃のやっぱそのやっぱりもう出来上がってる頃ですからね。そう、うん、すごいっすよ、ね、そうで、うん、ネクストソングタイムズ Z っていうんですよ。あ、タイムズ Z か。そう、うん、そのねタイムズ Z っていうその言い方、うん、ぶっ刺さる、またかっこいい、うん、うん、確かにね、うん、あの頃のゆういちさんはやっぱね、だそのなんか歌ってるよりかっこいいなってちょっと錯覚するぐらいのなんかその、うん、そうやってこいっていう、そう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 、シャウト、シャウト、うん、やっぱいい声なんだなって思っちゃいますよ。で言い回しが早いじゃない当時は。ああそうですね、かってこい、かってこい、そう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 ですね。そっからのね、うん、タイムズ Z のつながりっていうのはね、うん、まあ、余計しびれますよね、うんうん、そうですね、ええ、まあわかるわ、かっけえわ。そう、もうあの勢いで言われちゃうとやっぱもうみんなついていくしかないっていうね。そうですね、もうそういう感じですよ、うん、ひときわオーラがやっぱあった。そう、もうこれから突き進んでいくんだっていうオーラが、うん、そうですね、全面に出てましてね、あの MC は、ね、非常にかっこいい、かっこいいですね、うん、以上ですか。以上です、はい、次は、はい、じゃあちょっと面白発言というか、面白発言、迷う方の名言の、はいはいはい、私がちょっとまあ印象に残ったのはですね、はい、これザ・ガーデン・オブ・シナーズっていうなんかツアーだったのかな、あ、はいはい、の MC ですね、はい、ようこそ我がルナシーの横浜アリーナへっていうあれはあれはマジでもう何なんだろうなっていう一歩間違えたらちょっと世紀末ぐらいの世界観じゃないですかもうそうだね、お前たちの力をとうとう試す時が来たぞとかってもう何言ってんのかなって正直思わないですけど、いやもう超面白いと思って手広げてるの。そう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 、あ、ちょっとやっぱなんつうんですか、うん、髪がこうサラサラのインマイドレームぐらいなんですよね。ああはいはいはい、そう、うん、そうだね、あのリュウジさん結構かっこいいじゃないですか、いや、かっこいい、似合ってるし、そう、一番私も笑ったのは聞け我がスリーブたちよとかってやばくないですか、やばい、それやばい、やばいっすよね、これ全部俺メモっちゃったんだけど、いやいいっすよ、もう当然お前らの行方をあの天も邪魔してるらしいとかってお前たちの声でこの空を引き裂いてくれいやすげえよな、出来上がってるよね、いや出来上がってるよ、うん、そんな手に一曲プレゼントしますスレイブとかって言って、いやすげーよな、そっからのスレイブって、ね、うん、やばいだろ、やばいっすね、あ、いやもう天も邪魔してるらしい、だからもうそういう、まあそうだよ、だから世紀末の世界、うん、とね、似てるよ、似てますよね、似てる似てる、うん、今じゃ考えらんない発言じゃないですか、考えらんない、うん、じゃあ超キャラを作って、そうだね、やってる時だから、そう、いやマジ面白いなこの MC って作って、その場所もね例えて言ってね、うん、そう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 、天っていうさ、天っていうね、あ、そう、いやだからショーですよね完全に、まあそうです、ショーの始まりみたいな、まあまあそうですね、うん、本当にだからこうキャラをこうねなりきってやってる感じが、そうね、そう、それは本当に、まあ、でもスレイブの人たちからしたらこれはもう有名な MC だと思うから、いやまあそうでしょうね、いやこれは本当になんか今今絶対やんねえけどそんなこと言ってほしいなってちょっと思って、いや言ってほしいね黒服の時にね、いやガンガン言ってほしい、ガンガン言ってほしいな、そうそう、聞け我がスレイブたちをですよ言ってほしいな、もう今じゃ本当にゴルフやってる感じのユイさんは想像できないぐらいの尖り方ですよね、そうですよ、あ、狂気とはまた違いますよね、あ、そうですね、ちょっとね、なんかこうやっぱ悪魔的な感じがね、そう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 、もう支配者みたいな、支配者みたいな、そう、あれがやっぱ
すっげえなーみたいな、まずそのファンもこれでなんかわーってなるじゃないですか。なるね。そうだから、それもやっぱりこう一つのエンタメとしてはね、やっぱ MC はだいぶ、あれですよね、テンション上がりますよね、うん、まあそうですね、本当に。そうそう、まあそれが私が本当にもうはってなったやつですねプラス願望ですな。そう、願望ですね。そう、いや聞いてみたいな、うん、ギリギリのとこでしたね。黒服でなんか新しい名言出そうだけどな、うん、ああまあやっぱこの龍一さんはあのね、やっぱ本当にやっぱこう出来上がってくるからね。そうそうそう、作るから。2010年の黒服だと、うん、まあ遊びましょうですね、うん、そうですね、そうですね、あれを超えたものがちょっと欲しいですね。そうですね、いや本当にそれぐらいの勢いのやつを私は熱望してますよ好きそうだわ、大好き、まあ、俺も好きだけどね、うん、まあそんな感じで私は分かりました。名言ですね、分かりました。面白い MC、 分かりました、ね、はい、じゃあ私の、名言の方ですね。はい、はい、真冬の野外での MC ですね。言われる、まあ、これも皆さんもちろんご存知だと思うんですけども、うん、G の後ですね、はい、うん、最初はウィズラブでしょ、うん、ウィズラブ、ね、ウィズラブで G でやって、うん、その後ですね、はい、お前ら元気だったかーって言うんですよ。はいはいはい、はいはい、で人は俺たちのことを今音楽史の頂点にいると思っている。だけど俺たちは今始まったばかりだ。まだまだ止まれない。そうだろうお前らそうだろうお前らっていう、うん、この言い方がねもう大好き。聞いちゃう感じね。聞いちゃう、うん、まあもう自信満々ですもうまんま半端ない。かっこいい部類に入りますよね。面白い、かっこいい方に入るかな。入るかな、どっちか。あ、ちょっとそうだね、うん、かっこいい、あん迷ったんですよ正直。あ、だけどこのそうだろうお前らっていうところが、うん、ちょっとツボだったんで。なるほどね、あ、まあ、こちらの方に入れちゃいましたけど、うん、そうですね、まあ、うん、だから96年ですね。96年ですかね、うん、はい、なるほどね、まあ、確かにその頃もねやっぱ出てますよね。出てるよ、うん、このねまだまだ止まらないっていう、その言った後にそうだろうお前らっていうこの、うん、滑らかな流れ、あ、うん、これがたまらんなそのあってその後にお前ら飛ばしていくぞって言って、うん、そうですね、エンドオブソロが始まるんだけど、うん、いやーこれはねちょっとぜひたまに聞いてみたい。あ、これはね、そうですね、まあキレッキレの時ですからね本当にもうダメな、俺これ笑っちゃうんだよ本当に、かっこよくてかっこよくて笑っちゃうやつ、ね、そう、まあそうですね、うん、どっちかっていうと面白い発言はやっぱ何言ってるか分かんないなんかもう時が、そうだね、やっぱかっこいいくもあり、あ、そう、うん、でもちょっとなんかそんなこと言うっていうね、まあいろいろあったじゃないですか、そのあったあった、ルナシーは太陽が嫌いですとか言ったり、あったあったね、そうそうとか外でやってるやつ、そうそう、野外の時ね、そうそう、とかなんか太陽が嫌いですとか、そうめっちゃ面白いなって。もうやっぱ当時はね、うん、もう何言ってもっていう、そうですね、勢いもあっただろうからね、あのキャラの作り方最高だな、最高だよ、お前らもっと食えるように見てこいよみたいな感じそういいよね、いいよな、いいよ、ね、久しぶり、まあ年重なってくるとね、まあそりゃそう、少ないのはもちろん当たり前だけど、ええ、うん、当然もう本当にもう若さってやっぱ偉大だなって、偉大だよな、思いますよね、あの MC を見てると。まあ、YouTube に載ってるんでね、まあ、そうだね、見たらめっちゃ面白いですね、うん、他になんか気になったのあった、まあ、あとはまださっき言ったその食い入り見るよとか、なんかあったかな、じゃあ今記憶に、私はね、はい、もうこれ、ま、あの突き刺さったやつなんですけどね、やっぱリブートの時なんですよ、うん、まあ、我々初めて行ったっていうのはありますけども、あのタイムハズカムやってデジャブやってその後なんだよね、はい、初めての MC だよね。でこれみんな会いたかったぜって2回言うんですよ、はい、で、まあ、今夜もって言うんだけど、まあ、前日にもやってるから、はい、うん、この時は今夜も、まあ、要は新たなルナシーの息吹をねみんなに感じてもらいたいと思いますと、はい、まあ、言い方はソフトなんですけど、はい、結局もう、まあ、OND もあってからのこれじゃない、そうですね、で完全にもうまあ復活という形でのライブなんで、うん、はい、なんかそういう着眼点で見ると、うん、約10年の時を経て待ち続けてくれたみんなに本当に一曲一曲を通して思いをぶつけていきたいと思うっていうね。おー、いいことだ、ね、そう、でこれ J がベースでブーブーってやるんですけど、うんうん、
でみんな用意はいいかってこう始まるんですけどね、またライブがね、うん、そうですね、うん、だなんかこう、まあ、新たな始まりだからよろしくなみたいなっていうのがちょっと感じられてね、そうですね、うんうん、なんかいいなって、かっこいいとこですよね、かっこいいとこですよね、今からこれからルナシー復活して、うん、なんかみんな楽しみにしてくれるぐらいの感じですよね、そうそうそう、そういう感じなんで、うんうん、そうですね、うん、あとはもうあれですね、やっぱあのラティック東京のやっぱあのシバライズの前ですよね、うん、まああれが、あ、まああれね、あれは一番優勝か、あれはだいぶ上位にいると思います、うん、あれは上位ですね、あれはもう最高でしたね、あれは最高でしょ、うん、あれはもう本当あれはすごいよ、すごいっす、ね、あれ本当生で切りみたいな本当にあれからのシバライズだからね、無理だろ、スイッチ上がらざるを得ない。そうですね。あの MC は伝説ですね。伝説だ。愛するお前たちが。いや言い出して。いきなり言い出すの。いきなり言い出すからもう。なんだっけ忘れちゃったなって。愛するお前たちが明日を迷わぬように生きるみたいな感じですね。そうそうそう。次の曲で占ってみよう。あ、そう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 。感じそうそう。あの曲の言い方な。言い方がね。しばらく。そう。This is all for シバライズつったつったダラ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 、あの MC はまあ M の MC は殿堂入りですよね、いやもういや殿堂入りです、うん、あれはやっぱすごいよね、すごいよ、うん、本当にやっぱだからあの時はやっぱりルイスさんは本当キャラがね、そうだね、そう今と全然違うからね、また違うからね、うん、まあすごい MC ですよね、いやすごいっすよ、うん、まあまだまだね、うん、曲と曲の間に、うん、素晴らしい MC はあるんですが、そうですね、うん、まあそんな感じで今回は、まあ、ちょっとリクエストをねちょっとだけひねってみたいな、そうですね、本当の内容のリクエストは、うん、まあ冒頭でも言いましたけど、そうですね、まあ、まもうちょっと私たちが勉強してからそうですねやらせていただきたいと思いますんでって感じで、まあ、皆さんも心に残った名言迷う方の名言ありましたら、そうですね、どしどし教えてくれれば、そうですね、嬉しいですね、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、はい、HT ラジオでは皆様からのご意見ご感想をどしどしコメントお待ちしております、まだ動画が面白いと思っていただけましたら高評価スーパーサンクスチャンネル登録よろしくお願いいたします、今回はこの辺りで失礼いたします、また次回の動画でお会いいたしましょう、ご視聴ありがとうございました。